えー、それでは帝国になりましたので、ただいまより、大日本塗料株式会社2022年3月期の決算説明会を開催させていただきます。本日はお忙しい中、ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めさせていただきます、経営企画室の太田と申します。最後までどうぞよろしくお願いいたします。はじめに弊社側の出席者をご紹介いたします。代表取締役社長、 佐藤貴之でございます佐藤でございます今日はよろしくお願いいたします取締役常務執行役員管理本部長長野達彦でございます長野でございますよろしくお願いいたします本日の資料でございますが事前にメールにてご案内させていただきました url に展開しております決算説明会資料をもとに進めさせていただきますなお 弊社のホーームページにも掲載させてていいただいておりますこれからの進行でございますがまずは管理本部長の長野より2022年3月期の決算概要および今期の業績予想についてご説明させていただきその後社長の佐藤より中期経営計画の進捗状況等につきましてご説明させていただきますなお質疑応答につきましては説明終了後 別途時間をご用意してございます。本日の終了予定,予定時間でございますが、16時30分頃を予定しております。それでは説明に移らさせていただきます。長野本部長、よろしくお願いいたします。はい、あの上に本部長の長野でございます。よろしくお願いいたします。えー、今回もですね、あのポイントをできるだけ絞ってご説明したいと思います。 まず3ページ目でございます、えー、連結損益計算書でございます、えー、増収・微増益という言葉で表されるのかと思ってます。売上高が669億4800万で、37億8800万の増収、営業利益が3億5400万、えー、なんとか微増益と、こういうことでございます。 ただしあの、この後何回も出てくると思いますけれども、えー、原材料の高騰によるです、ね、原価率の上昇、えー、これにつきまして、1年を通してです、ね、悩まされた時期であったと、木であったと言えそうです。4ページ、飛んでください。えー、ここはですね、えー、設備投資、焼却、研究開発費ですが、まあ、センターやあー中国の一年の投資がです、ねまあ、落ち着きましたので、 えー、設備投資額は消却の範囲内に収まっております。5ページでございます。えー、ここではあのセグメント別のですね売上高についてくれます。えー、増減額のところを中心に、ですねその列を中心にご説明します。売上高は37億8800万の増収、えー。これを分解しますと、国内塗料が23億8900万、えー、海外塗料が14億5300万、それぞれ増収と。 まあ、コロナのですね影響からの反動で多少なりとも回復したと言えー、そうです。照明機器はですね、4億1600万の増収ということで、まだですね、えー、需要は、本格的な需要は戻ってないと、えー、こういうコメントをつけさせていただきます。6ページでございます。えー、ここではですね、えー、国内分野別海外地域別売上高ということで、前回同様ですね、 国内塗料につきましては一般と工業の切り口で海外は地域別で示してみましたここも増減額でですねの列でご説明しますけれどもまずあの国内塗料ですね全体で23億8900万の増収でございましたけれども一般分野は9億9000万の増収だいたい構造物がですね7割ぐらいを占めております この増減のところですね。から工業は9億6800万。これはあの金焼きが大体8割ぐらい、ここの中で占めてる。粉体ですね。そかその他分野2億4900万で、えー、6割くらいがスペシャリティ、こんな感じです。で、海外につきましては14億5300万の増収でございましたが、えー、東南アジア、ここがひあの大きく牽引してくれたと。 えー、11億1900万主にタイでございます。で、次のページでございます、7ページでございます。ここからですね、あの利益面について、えー、述べさせていただきます、えー。増減額のところをご覧いただければと思います。えー、営業利益全体で3億5400万、えー、これを分解すると、国内塗料が358、えー、海外15、お証明機器が97と、えー、こういうことでございますが、 コメントのところに、ですね、まあ、それぞれ原材料価格の上昇の影響を受けたけれども、まあ、まあこういう感じで増益したと、えー、どちらかというとポジティブに見えなくもありませんけれども、えー、前期のですね、まあ、11月に中間期ということで合告していますが、えー、その時点から見ると、ですね、えー、増益幅は圧縮したと、えー、いわゆる下期苦戦したということでございます。これがポイントとと。ししては正しいのかなと 次のページでですねそれらの点も含めてちょっとご説明します。8ページでございます。まずはこの図に沿ってですねご説明した上えでその後で前回中間期での通気予想との違いについて口頭でですねご説明します。まずですね国内塗料のところ一番左ですね。 前期比3.6億円の増益となっておりますけれども、まず左、一番左、販売数量の増加ということで4億円、だい大体い4%弱ぐらいですね、販売数量が伸びました、これによってこれぐらいカウントできたと。問題は、ですねその右にある17.1という赤棒ですね、原材料価格の高騰。 えー、ここを簡単に口頭で申し上げますと17億1000万のうち、えー、原油ナフザ関連がです、ねえー、60%ぐらいです、まあ、10億強それからエポキシが3億円弱16%ぐらい亜鉛、えー、がです、ね、1億強8%ぐらいとこんなイメージですでそれに対して、えー、右に16.2% っなってますが、この中でですね。えー、いわゆる価格是正並びに並びにその付加価値関係で上げたというのが6億円ぐらいです。えー、ですから、17億千万に対して6億円30%強ぐらいの打ち返しにとどまったと、えー、言えそうです。その後ですね。他はあ先ほど販売数量増加ってなりましたが、えー、同様に生産も増えましたので。 4億円ほどですね、生産系の子会社が利益稼いでくれたと、そのほかスペシャリティだとか、運賃だとか、それから原価改定債券ですね、こういったものがその他としてある、こういうイメージです。で海外はですね東南アジアのところは多少戻ってきましたけれども、その右ですね、中国市場でマイナス2.4と。 えー、ここがですね赤字幅があ拡大したといろいろあの操業が遅れたこととかもここに載ってくるわけでございますで証明機器はですねちょっとまだまだという感じで最終的に全動、えー、費プラス3.5億円の増益にとどまったとこういう話でございますであの前回11月にですね、えーまあ、開示ベースでもあるんですが 予想営業利益は32億円と申し上げておりました。したがって、ほぼほぼですね、その時に比べると予想通りの着地と、開示ベース、予想通りの着地と、えー、いうことでございました。あの先ほどもちょっと触れましたけど、下期はですね、 前期の下期は、上期以上にですね原材料の高騰の影響がさらに深まったということで、苦戦すると見通しがその通りになったものでございます。ただ、一つ言うとすれば、11月の時点では、この国内塗料の17.1、これをですね14ぐらいで見てましたので、それよりさらにですね3億円ほどダメージを受けたというイメージでございます。 まあ要はそれなりにあの踏ん張ってきたんだけれども、えー、ゴールがどん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 先に行ってしまう、えー、追いつかなかったこんなイメージでございます9ページはバランスシートでございますここでは1点だけえー、っと棚卸し,したんですねこれが13億円ほど増えてますこれはあの今申し上げましたいわゆる原材料の単価アップに加えましてですね えー、高等局面での原材料の高等局面での前倒し調達という戦略性も若干含まれております次のページ十ページ目、えー、キャッシュフロー計算書はですねここはあ割愛させていただきます で11ページ目、えー、ここから2022年度ということで、えー、各セグメントの見通し、まあ言葉がすべ、あのーまあ、てキーワードなんですけれどその中で特にですね、そのキーワードの色合いの強いものだけ、ですね、ちょっと強調しておきます。国内はですね、一番下ですね、えー、主要な原材料価格が軒並み上昇と、まあ、これにつけると、まあ、引き続きですね、えー、価格転嫁が最重要課題であるということです。 それから海外はですね、3つ目のところで、石膏の工場へ集約完了、中国ですね。ここであの、あ後で出てくるかもしれませんけれども、効率化を進めながらですね、赤字幅を縮小したいと、なんとか焼却前の黒字化をですね、目指していきたいと思っております。それから照明につきましては、ですね、首都圏再開発の再開により需要回復を見込むと。 これはこれでそうなんですけれども、パート2で社長からも出てくるかもしれませんけれども、あえてちょっと刺激的な言葉なんで記載してませんが、一定の値上げを行う計画でございます。で共通ということで、製品価格への転嫁を強く推し進めると、これを繰り返し、ここで強調させていただく。12ページでございます。主要な原材料価格の見通しということで。 国産落差とですね亜鉛の根、ねえー、を書いてます。えー、ずっと上がってきてまして、ですねまたあのここから、えー、角度がついてると、えー、こういった状況、いわゆる景観をアゲンストの風が吹いているということがここでもおおかあイメージできると思います。で、えー、その上で13ページでございます。連結損益計算書で、これもうすでに開示しているものでございますけれども。<laughs> まずちょっと数字に触れる前にですね、えー、どんな感じでこの、えー、計画を立てたかということについて簡単に申し上げます。あのー、特に国内塗料におきましてはですね、えー、今申し上げましたように足元の変数が非常に多いと、えー、いうことで、今回特にあの苦労しました、えー。そういう中でですね、えー、7月以降の原油相場、それから国産なくさ、それから為替相場ですね、この3つを一応固定したと。 固定した上で、えー、国内取りにおける数量と、えー、計画値上げ、えー、値上げの進捗ですね、これがあの計画に対して、えー、ワーストなのか、ミドルなのか、ベストなのかと、こういったシミュレーションをです、ねえー、繰り返した上で、えー、できた計画が、えー、この予想でございます。えー、通期予想で、えー、売上高は708億。 全動期38億5100万増収、えー、営業利益は33億円ということで、1億1600万の若干の増益、まあ、ほぼトン,トンと言ってもいいでしょうで、一番下のところでございますが、国産落差はです、ね、一億8万5000円ということで、この前提でシミュレートしています次のページでございます。 えー、ここにつきましては、あ特段あの、特殊すべきものがございませんので、えー、割愛させていただきます。15ページでございます。えー、セグメント別の売上高の予想です。えー、まず、売上高、増減額のところで、えー、列で申し上げますと、38億5100万の増収、この80%ぐらいが国内塗料でございます。えー、30億6700万と。 えー、中身につきましては、ですね次のページで、えー、ご説明します。海外はですね、えー、まだ半導体不足の影響がちょっと下きも続くだろうと、えー、いうことで、1億6千万にとどめてます、それから照明機器はですね4億9 3三百万の増収計画でございますが、えー、ここはかなり値上げも入ってます。 次のページです。16ページでございます。ここで国内と海外で分解してみたというものでございます。国内はですね、今申し上げました30億6700万の増収計画でございますが、一般分野が14億6800万、工業分野が11億9000万の増収計画です。ここでですね、ちょっと高騰というか、あの上の方の文字にも書いておりますけれども、ちょっと中身がですね、増収の中身が違うんで、 ご説明しますまず一般用でございますけれども、えー、数量ベースではですね、えー、前期に比べほぼほぼ飛んでみてますじゃあ何で上げるのかというと主に、えー、価格転嫁でございます、えー、一方でですね工業分野におきましては当然価格転嫁もやるんですがイメージはですね、えー、と一般用がその 値上げ率を仮に10だとすると、えー、大体6ぐらいのイメージ、えー、その分、ですね工業用は数量、えー、数百トン、えー、これを考えております。えー、その3分の2が金焼きで、粉体関係、えー、で建材もです、ね、多少の回復を見込んでいると、こういった形で最終的に増収計画。 海外につきましてはですね、プラス1億6千万というけどなんとも力不足の数字があ,ありますけれども、えー、あまりですね、先ほど申し上げましたとおりに今季にお伸ては,伸びはトップラインの伸びはあ今々のところではあまり期待していないこういった状況です。17ページ、ここ利益です。えー、営業利益、えー、1億1600万のもう微増でございますけれども国内はですね、マイナス4億4千万です。 あのー、今、前のページで申し上げましたとおりです、ねえー、30億の増収計画ながら、原材料高騰のスピードとですね価格転嫁のスピードのギャップはですねなかなか埋まってこない、特に紙機はですね、えー、なかなか埋めきれない、なんとか下機に間に合わせるということを計画してますけれども、4億4千万ので海外はですね えー、ここはのプラス3億1300万の増益となってますけれども、まあ、ようやくですね、えー、生産・販売体制が整った中国、えー、ここの赤字幅縮小で、えー、この増益を考えております、えー、いろいろ外部委託工場とか倉庫のその部分のコストが減るとかですね一社化による人員削減とかもろもろでこれぐらい えー、3億弱ぐらい、改善したい。証明機器はですね、これ値上げ効果がほとんどです。先ほどあの売上で4億9千万、えー、増収で、えー、利益で3億2千万という書いてますンで、まさにあの売上の部分がですね、そのまま利益のところに乗っかってくる、えー。こんなイメージでございます。18ページ。 これがあの今期の予想の視覚化したものでございます。<laughs> まああの国内塗料、マイナス4.4でございますけれども、ここの,あの赤い棒31.3と27、右の27、ここの製品が一番のポイントなので、ここに絞ってご説明します。まずこの31億3000万、これ、昨年のですね2倍弱、1.8倍まで広がります。原材料価格の高騰。 えー、中身をちょっと申し上げますと大体です、ねえー、7割強が原油のフ作関係223億を見込んでますそれから亜鉛が 8%2 億数千万酸化チタンも同じぐらいデ、えーポキシはですね、えー、ずっと高止まりになってますんで、えー、そこは据え置いてます、えー、一方でその右の製品構成の子会社等のところですがこの27億のうちですね 15億円、これを本年度実施の価格是正でカバーしたい、えー、そういう計画で立ててます。あのー、昨年はですね3割ぐらいしか打ち返せなかったじゃねえかと、えー、31に対して15億、半分いけんのというご指摘は、えー、当然あると思いますが、これを最低ラインとして今、取り組んでいる状況でございます足元販売単価も上がってきてきおります。 で残りの12億円何ということでございますが、これはあの昨年実施済みのです、ね、価格是正で、昨年度決算で100%です、ね、寄与しなかった分、今期純粋に、純増でカウントする分が10億円ぐらいある、ここの蓋然性はです、ね、高いと考えております。 いずれにしても繰り返しになりますが、この、あのー、長い赤棒とです、ね、青棒の同行のがすべて、えー、4月からです、ね、役員の体制も変えまして、えー、積極営業を進めているとこういった状況でございます、えーっと。パート1、最後のページ、株主還元19ページでございます。1株当たり配当金は25億円、25億円じゃねえや、25円を維持の予定ということでございまして、配当成功は35.4%。 を予定しております、えー、パートワン以上でございます、えー、引き続きまして、えー、社,社長の佐藤からご説明を差し上げたいと思います、えー、ここからは当社の中期経営計画の進捗状況を中心に経営戦略全般についてご説明をおいたします、えー、まず最初に21ページをご覧ください、えー、ここでは中期経営計画の概要を改めて示しております 当初は長期ビジョンとして創立100周年を迎える2029年度において持続的成長力を持つ企業をあるべき姿と位置づけております。現中期経営計画においては増収増益の成長軌道を確立することを主眼としており売上成長と収益性の向上を果たすべく5つの基本施策を中心として取り組んでおります。 他方で外部環境は中継の策定時から一変しております。中継を策定した2020年度には3万円から4万円の範囲で推移しておりました国,国産ナウサー。この価格は足元では8万円を大きく超えるなど、原材料価格の水準は大幅に上昇しております。これにより2023年度の営業利益目標 66億円のハードルは当初より非常に高いものとなっておりますが、今年度はトリオ事業だけでなく、すべてのセグメントにおいて価格是正に努め、過去最高水準まで高騰した原材料高へ対処してまいります。この価格是正に従来進めております基本施策の遂行が加わることで、中継目標と その先の長期ビジョンへ近づくことができると考えておりますそれではこれより基本施策の進捗状況についてご説明させていただきます22ページをご覧ください提供価値の強化として技術センターの活用による収益アップに向けた取り組みについてご説明いたします技術センターは前期より収益貢献を追求するフェーズとして運営してまいりました 2023年度に両センター合わせて5億円の総利益貢献を目標とする中で2021年度は計画を1億3000万と置きましたが実績としては1億6000万程度の総利益貢献を生み出しておりここまでのところ順調な運営ができているとこのように考えておりますでは技術センターの活用による総利益貢献 というのは一体何なのかということを簡単にご説明いたしますと工業分野をターゲットとするコーティング技術センターではお客様の製造ラインにおける塗装工程を技術センターのブースで再現することでより,より確実でスピーディーなライン検証が可能となり塗装条件の決定だとか外観仕上がりの判断を通じてご採用にまで至っているというケースが増えてきております。 一方で、現場塗装がメインとなる一般分野をターゲットといたします、防食技術センターにおきましては、大型の環境試験機によって、さまざまな気象環境を模した試験塗装が行えることで、当社が提案する塗装仕様の優れた点を実感できるとご評価いただいております。今後にについては、両センターともに より広範なお客様のニーズに応えられるよう必要に応じて追加投資も行い利用循環性を高めてまいりたいと考えております23ページをご覧ください提供価値の強化と並んで重要施策と位置づける価格競争力の強化についてご説明いたします前期においては 原材料価格の上昇影響を強烈に受け、残念ながら総額としては原材料コストの低減は実現しておりません。我々が取り組んでいる内容としては、基本である塗料配合の見直しのほか、原料のまとめ購買により、輸送コストの低減や、ボリュームディスカウントを生むことで原材料コストの低減を獲得しております。 これらの取り組みは引き続き注力して取り組み原材料高の影響の緩和に努めてまいります製造コストの圧縮策としては先の4月に国内の塗料子会社2社を合併いたしましたこれに伴い塗料製造拠点の統合を実施しており製造固定費や管理コストの圧縮を図っております 削減の効果は検証中ではありますが、2020年度に実施した生産集約や各拠点で実施しております生産効率化の取り組みと合わせると、製造コストの圧縮は目標としていた3億円にはかなり近いところまで実現しております。足元では燃料費の高騰が生じておりますので、引き続き各拠点において生産効率化に向けた取り組みを継続し、 コスト減に努めてままいります24ページをご覧ください。他社最大手グループと比較して改善余地があると認識する当社の営業体制や販売ネットワークに対する取り組みとなります。より重要度の高い販売店ネットワークの拡充強化については、コロナの流行状況を見ながら代理店への訪問活動を 現在も行っております。結論ありきで訪問活動を行っているわけではございませんので、具体的な方策はまだ見出し見出してないのが実際のところではあるのですが、国内トリオマーケットにおける販売代理店が果たす役割は相当に大きいと再認識しており、この活動を継続することで、当社と販売代理店が抱える双方の課題を整理し、 販売代理店とのリレーション強化や販促方法の改善を検討してまいります。25ページをご覧ください。海外事業における現在の最重要課題は工業移管を終えた中国事業の再建であり、早期の黒字回復に回復に向け、現地だけでなく、我々本社サイドも深く経営に関与してまいります。 また中国では環境規制が強まっていることから粉体塗料や水系塗料の等の環境対応製品の拡販に注力し売上拡大に努めてまいります東南アジア市場のメイン拠点であるタイにおいては自動車部品向けの新規獲得に継続して取り組むとともにプラント設備のメンテナンス需要の開拓にチャレンジしております 北中米市場を担うメキシコにおいては当社グループでは自動車部品向けがほぼ100%となるのですが日経以外のユーザーとの取引増加により事業の拡大を図ってまいります26ページをご覧ください照明機器事業については主要な取引先が百貨店などの商業施設や ホテルなどの宿泊施設向けであることから、コロ,コロナ禍における景気後退の中で、設備投資の抑制が続いており、厳しい状況が続いております。このため、今後の業績回復に向け、取引先基盤の拡充を図る、業用の拡大と、それを支える基本体質の強化を両輪で進めております。 具体的な施策といたしましては、販売面においては、オンラインセミナーの開催や展示会への出展のほか、ウェブマーケティングへの注力により発信力を高め、新市場の開拓や新製品の拡販に注力しております。また資料の、資料に記載はございませんが、照明機器事業においても、今期は価格是正を推進することで、収益の確保に努めてまいります。 27ページをご覧ください。当社の成長戦略を具現化し中長期的な企業価値の向上を実現する手段として ESG 経営の推進に一層取り組んでまいります。昨年秋に設置したサステナビリティ委員会の中で当社における ESG に関する方針や定量的なものを含めた取り,取り組み目標について 協議をししてままいりました資料にはそのうちのごく一部として CO2 排出量に関する目標を示しており創業100年目の2029年度までに2021年度比30%の排出量削減を目標することにいたしました生産効率化を通じた削減のほか再生可能エネルギーへの切り替えなど 総合的な方策により実現に向けて努めてまいります事業を通じた環境への貢献としては当社の強みである重防食技術を最大限に活かしてまいりたいと考えております重防食塗料が適用される構造物塗料分野においては当社はかねてからライフサイクルコストの考え方を提唱しておりましたこれは当社が持つ 耐久性の極めて高い塗料を塗装することで塗料が塗られるお客様の製品例えば橋梁ですとか鉄塔といったものの寿命を伸ばすあるいは寿命の中での塗り替え回数を減らすことで製品ライフサイクルを通じたコスト低減が可能となるという考えですこの考え方はコストだけでなく環境負荷の低減にも通じるものであることから ライフサイクルアセスメントの考え方に立ち市場への訴求力を強めていくことで環境負荷低減に貢献できるとこのように考えておりますこのように、えー、当社の強みと環境や社会への貢献が重なる取り組みに注力することで当社が目指す持続的な成長企業に向け前進できると考えております 28ページでは社会環境へ配慮した製品群として当社の強みである構造物塗料分野から橋梁などの塗装工事において症候低下に寄与するシート状の製品メタモルシートシャープワンとコロナ禍においてニーズが急速に高まっている抗菌抗ウイルス製塗料製品を紹介しております。 このメタモルシートは通常の液体状の塗料ではなく粘着層に亜鉛末を配合することで重防止機能を持たせたシート状の製品でございましてハサミでカットして使うことが可能なほか補修部分に貼り付けた後液体の塗料であれば乾燥時間が必要になるところそのまま上塗り塗装ができることから現場での作業工程の簡素化に 役立つ製品となっております抗菌抗ウイルス塗料としては建築塗料分野ではコロナ流行直後の 2020, 2020年4月に工事パックエアを発売しておりましたが昨年の10月には工業分野として抗ウイルス性焼き付け塗料を発売しており幅広いユーザーにおける安全衛生ニーズへの対応を進めております。 29ページ以降につきましては当社グループの事業概要など掲載しておりますのでご参考としていただけば幸いでございます。以上でご説明を終わります。長時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。